ではお待たせしました、本日、ご先行きたいと思います。本日ゲストは根津響が遊びに来てくれました、胸を借りるつもりでビッグバンで2組行きたいと思います。ではまずうさぎつばきと、根津響ご先お願いします。ステージは音で、お願いします。さあ先ほどランバトの方では、運よく私が勝つことができました根津響ですけど、さあ響というキャラクターですね、多そうに見えて少なくなく多くもないみたいな難しいキャラクターですね。使いやすいは使いやすいんですけど、一定のランク以上に上げるのは、すごい難しいという評価を見ました。さあそれに対して今回キャラパワーを圧を感じる椿なんですけれど、さあここはファーストタッチ指導して落として踏み込んだのは響きが、さあこの固めが動きたくなるところに置いてある、バックしてついてくる。さあこっちの落ちてくる方が強かった、バリ直でしっかり離して、ジャンシーカウンターに石井が届かず、こちらの石井はしっかり見てる、ずらしてジャンシーからしゃがみからい、さあ体力、若干響き有利の状況から置き攻め、さあこの置き攻めが中継分かりにくいんですよね。バーサー入ったな、椿特選突っ込んで、さあこちらも分かりにくい早い展開の下段卓、置き攻めファジカから上まとわりついて西井対決。さあここめくりヒット見たんですが距離合わず、さあヒット確認 50% あるんでラピキャンから、おっと当たらない、とりあえずバナナ出してみた、インストール回収して弾出して上から押してくる、裏回りになる。さあ1本取ったの響き、さあ下段通して画面端で押し込む。さあここはとりあえず受け身取らなかったものに対して押し置き、あここまで攻め系なんですね。へえ、さあ飛山椒じゃないや、何でしたっけ、戦士陣だ違う後で調べます、ごめんなさい。さあ中継団のやつ、さあかぶせに行ったところ、ここは西井体育してコンボはチャージ挟みたかったがミスる、戦士で落ちてきて、うお歩いてオーディーして、このタッチがかくったくさい、たまたまらず D 戦で突っ込んで、とりあえずエクシード出してみた、ここはしっかりガード、弾出してずらして、ここは隠れましたかね。さあ今度の飛山の回はしっかり当たってかっこいいやつで殺す、飛翼人の天と地だ思い出した、うん、戦士人と飛山戦とかでかぶって間なんだよな。さあ先に一勝取ったのは根津響き、別にウサギがカスなのではなく、あの根津さんの等身祭のチームそれなんですよ、ファジファジウサギに対してもいけるチーム名だから。さあ2本目ですね、さあ中間距離の立ち回り、立ち火引っ掛けて空中くらいしっかりと判断はできたんですが、最後締めまではいけず、ずらして地上の危険性合いから空対空絡めたのは椿、ここはインストール挟んで、さあここも落とせない、ランシジずらして低空ダッシュ、誘いには乗らねえよとしっかり西対空、さあここは地上になっちまう、空対空で落として戦士まとわりついて、いやらしい飛山椒のめくり、レッスを2回当てるやつですね、これも前後転換なんですかね多分。さあ体力ゴムの状況からセンバー押し付けて、センバー OD して西井対空冷静、さあしかし
殺し切りまではいけないが状況有利は椿バナナかな西大工ここはバリアしっかり張っている突っ込んでくるさあ交通事故バースト吐いて殺し切りたいところ弾踏んづけて B は当たるがその後繋がんないさああっち行ったりこっち行ったりとりあえずバナナ立ち B かな空対空仕掛けていくさあお互い反応良かったですね両方とも陣営だったと思います打ち勝ったな椿の陣営さあ1本取ったのうさぎ早めの引っ掛けてきて下で待ち構えたが裏に落ちるさあそしてうさぎのしゃがみ B もおそらくバリア漏れでしょういろいろ絡まった結果響き押し込んでる体力半分奪ってさらに続く置き攻め分かりにくいんですよねあれさあ立ち位のスカリ見えましたここの立ち位はおそらく確定さあここはエクシードいかず、ダメージとインストールを取っていく 6BB からケンラピからの 6A だったんですがその後の土に引っかかるさあ置き攻めさあ投げはジャンプで刈り取ってアクティブフローの状況からやっぱりこの 6BB ちょっといやらしいですねしかも受け身取らないとここまで入ってここで刈られるんですね両対応か面白いなあれ確かに受け身取りたくなるなあれさあ真下で椿待ち構える立ち B がここはしっかりと確認取ってる攻め勝利を打って劣走で位置入れ替えてスライド 2C からのコンボちょっとダメージ高そうですねさあやっぱりこれちょっとめんどくさいセンバ中段ここでバースト入っちゃうタッシーからタッシーからあー降りるさあラピキャンになって椿側がワンチャンス拾えたんですが落ちてくるさあ体力はまだ差はつきますが土から投げ通して回収コンジャンシー当たらないジャンシーかぐってここでダメージアップさせて殺し切りですねしっかりと殺し切りさあ2本目取ったのは、根津響きB 追加のスカリが思った以上に硬直ないんであの対処ちょっとめんどくさいですね俺も考えよう見ながらさあ3試合目になります依然ペースは根津響き側に、行っている形1回捕まえてしまうと補正よりはないんですけどね多彩な攻め方っていった方がすごくいい感じジャン BB から落ちてきるダウン奪ってジャンシー高出しここは OD 使ってお互い様子に強気に攻めてるな響き劣走おっ 6C 拾えるがその後のジャンディが当たらない A から重ねてかぶせて 3C 直下ここは爆死したところタチウが引っかかる投げて さあ流れが椿に若干転がりそうしかしここはヒヨル下がっていってブーメランしたところ落ち着いて西大工取っている B が当たってオーバードライブさあ殺し切りまではいけなかったが突っ込んで打ってさあここは出ませんでしたとレボー2空中投げスタートさあすげえところで掴みましたけど落として画面中央から端へうわー2段目強いさあこれですねさあさらに攻め気は続くバースト使ってとりあえず強ヒル立ち踏み込みはしっかりとバリア張ってまいりましたジャンシシー噛み合った形中段通ってさ
さあ青木攻め無理はしない、ジャンシー大きいカウンター、位置はいここで入れ替える、槍使ってとりあえず今日ヒッて逃げる、落ちてきて拾いきれず、立ち火からキャンセルバーだな、押し込んで小丸が止まれてる、西井大輝しっかりと、さあ突っ込んだ三振もしっかりガードしてる、突っ込んできて、あっとこの裏回り、さあバースト使う、ミサゴギリギリ届かず、ちょっと珍しいですね、あの辺だったら掴む可能性あるんですけれど、カウンターされたから、さあ突っ込んできたところは槍合わせる、さあこれで1-1、ここの開幕突っ込んで、さあ斬新当たってからファーストタッチは響き、裏回り、さあ椿だけではなく響きもできますね、さあ今度は表、さらに裏、普段見てるやつちょっと違うんだよなパーツな、さあ体力マックスの状況から押し込んでくる、とりあえず OD 出して生 OD なんでワンチャンスにかける、 D から、さあ飛んだとこミサゴが置いてある、さあここは見逃さないですね、さああのミサゴ置きは本当にこのゲームの中で、あやられたなっていう、やられたなっていうか、あやっちゃったぜっていう感じになるんですよね、ラピアンあるとさらに減っちゃうんで5000ぐらい軽く攻撃可能性あるんでね、さあこれで3勝目、折り返し先に掴んだのは、ネズ響きですね、さあビッグワンでは、達也、シューターと響き2人いるんですけど、全くやられないことはうちらも分かんないんでね、まあ、それはそうですよ、動き違うのは当たり前なんですけど、さあ土直送ってジャンビークータイク、駒投げ飛んでる、三振、中段通してここでバースト、追っかけてくれ、立ち火が当たって、立ち火からバグと割りついて三振、膝ざ直って半角が見える、また割りついて踏み込み、ここは立ちで強気に押した、総連戦からこちらは警戒、球出して斬新からここはカウンター、拾える、これがちょっとこれちょっとめんどくさいですねマジで、さあオーディしてコンボ見せるか、つながったが、コンボあったがつながない、あーミサゴ使ってカウンターされた、土当たって 3cc から置き攻め選択、ジャンシ投げるくる、なあここでコンボ投げ、ジャンビビー、うおー見えない、さすがに置いてある、パマ出してジャン CC から、ここは浮いてる 6B かな多分、さあ体力半分奪ったところで椿の体力がまだ、マックスの状況だったんですが、ここで中断が通る、さあバースト使って画面端押し込んでいきたい、あーっとジャンさんで当たる、体力並んでずらして今度は本体落ちてくる、とりあえず逃げて空対空、ジャンビービーからここで体力逆転、さあどうなる、レッソー3000取って、さあ詐欺重ねっぽくも見えたけど、ここはやりラピシコミ2段目がずれて当たる形、この距離だと半角はないですね、さあ突っ込んできて、さあここで美味しくいただくことができました、ようやく1勝ですね、1対3、こんだけ実況しといて恥ずかしい、達也空中でさ本体落ちてくる方 3D だよね、だよね間違ってないよね、レバー入れが本体なんですよね、
さあようやく1勝をもぎ取ることができました。試合は5試合目、試合カウント1対3の状況からネズ響きちょっと押したが、ここはしっかり直側からソルセン割っていく、中段通して青ビーと受け身か、受け身取ると響きがめんどくさいんでね。さあこのサンディは残像を使い分けて固めていったんですが、これバースト拒否る。さあミサゴ出る前にジャンビーで殴られてる、生中断、体力半分奪ったところで立ちビート当たって、ここでバースト、体力がゴムの状況から、お互い動きなかったんですが 2B が届く。さあミサゴからの置き攻め、槍でアピって逃げる、突っ込んできて、さすがに死なないですね。しかし体力有利の状況からバナナ出して飛んで、このジャンシュの当たり方、ああ突っ込む、投げが通る。さあ置きジャンビー2番目あるんで、さあここは中断立ってる、レッスを当たるサンディ。さあ対空をしっかりと使い分けている形、踏み込んで投げが、ここで多分最初の投げかな。さああっという間に体力3割。さあこれがめんどくさいんですよね、マジで。さあそろそろみんなソウレセンラピジャン、ソウレセンジャピランビー慣れてきたやろっていう逆のタグなんですけど、さあ一時の状況から空対空、今度はジャンへ、違うとこ、ここは立ち合いをしている、踏み込み立ち合いをした夏巻、ちょっと待って 6BB から落ちてくる本体、ここは槍合わせる、コンボにはいけないが、とりあえず切り返し、さあ確定取れなかった、中段届かない、西この高さはどっちが本体でも関係なかった、斬新からレッソー、さあ自分から弱点ばらしていくスタイル、さあコンボを見せるか、槍使って、さあワンコンボ、体力若干逆転した状態で無理はしない、斬新バックスに刺さって置き攻めが続く。さあ、飛山紹介、画面端。なんだ、今の屈伸ちょっと違うゲームになった。投げ取って。さあ、状況有利は椿。さあ、これで。バータになるんですよね、これ。槍のところでバスト。弾出して、空対空仕掛ける。ここの判断はバッチリでした。これで2対3。まあ、CF はフレームが正確に出てないんですけどね、あの椿の 6C 衣はバータになるんですよね、まだね、なんでですかねあのよくわかんない、当たるときと当たらないときでしょ。うん、一部技ありますよね、バーストがスカル、もしくはバーストがガードできる、アストラルは大体バースト無敵になってるんですけど、普通の DD でスカル技も多分ある、何個かあったような気がしますね。さあ試合カウントは2対3、椿がちょっと食らいついた、レッソー、さっき自分で弱点ばらすから、あーやっぱりさああっち行ったりこっち行ったり、さあ置き攻め、ジャンシー、ここに家を押している、ソウレンセンから、さあレッソーそろそろビビッとやろうと投げ通していく、まだ残る、さあどうする、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、さあ性格悪かった今の、さあ下くぐって、あーやっぱり見えないこれ4つある最強キャラ一周回って見えねえな、さあ西出したんですがここは間に合わず寝っぱなし、押し置きしてジャンシー、さあこのティッチャーちょっと見にくい、レッソーガード不足、
半角は取れなかったか、6取ってくれる。さあ奥攻め斬新、と三振から固めて、あーなんと、なあ隠れないさあおもむろに、おもむろに乗用車が体力5分の状況から、さあ食い投げに行ったんですが、ジャンビの入らし強かった、やりすからして、さあこっちの昇竜の追加はもっと強かった。さあ置き攻め、何を選択、とりあえずバナナガードさして置き際に駒投げ、もう一回中段立ってる、あーやり返す形、さっきの、あーこっちは中段取る、いちいち、さあ空対空の仕掛け早いんですけどね、残影の置きにしっかりと刈り取られた形で、めくりになった。さあ置き止め、雑誌めくり、劣勢は OD で刈り取られてタッチスタート、ここは美味しくいただいたのは椿側、置き止め、そうですね、ガード、さあマジレスしたんですが、ちょっとエスタートは安かった、まあエスタートの中では最大ダメ取ってるっぽい。西ずらして逃げて、ジャンシーからつながらない、お見合いレッソさあ置き攻め、タッチーのスカリー、さあこの槍がかくったっぽい、 6BB から突っ込んでラピって攻めけ、こちら 6A だー、そのあと追加取りに行かない、ジャンシー表目の前、なんだレッソさあ投げに行ったんですが、ジャンシー今度は早出しを置いてある、さあここでリーチをかけたな、ネズミキおかしいなおかしいな、若干ネズさんから先みたいなオーラが発せられてる気がするんですけどさあ試合カウントは2対4になりました。リーチを先にかけたな、ネズヒルキ、さあ強気に突っ込んで椿、ここは中段通る、ファーストタッチ美味しくいただいて一気に画面端へかぶせて、チョークが離すが 6B 当たって、土ガード、ここからの攻めの展開、スカシケダンタがしっかりガード、ジャンシー槍ガードしてタッチ、ここはバーストケアしてるのか、もう一回、あーっといろいろ絡まる、タッチ B 当たって空中ヒット確認、選手落としてジャンシーから、さあレッソ B ってバース剥がされる、うん、なんかいろいろあったけどさあ何事もなかったから錦木直し突っ込んでふわふわと上を取る椿に対して、こちらも空対空入らしですね、さあ懲りずにやり3発目当たってくれる、ずらしてジャンシー間に合う、踏み込み置いてあるが、うわさあさすがにお強いジャンシーでもやられ判定しっかり、とりあえずバナナ出して真上、これはめくりにならなかったが、弾出して投げは抜けて、あーっと、うわ、サンディからスタートする。これ、ああ死んだんじゃね。本当に。あ、残るかさすがに。さあしかし大ダメ。めぐり。さあやりです。三六 A だ。ごめんなさい。六 A ですね。当たって。さあこれでリーチがかかる。さあ三振暴発。美味しくなったのは椿川。から逃がさない立ち A で押し込んで、さらに押し込む、まだまだ押し込む、どんどん押し込む、
しかしここは 2B 接戦なんですよね、あれね。じゃあ安心な高梨運んで、さあ中央で締めて踏み込んで、ここは投げが通ってくる。さあ残り体力2割の状況から槍ガードして、総力連戦。あーっとこれ本当にまだ死なない。さあ残り2割、あーっと全体を通させてくれませんでしたと。さあこれで2対5ですね。勝ったのはねずひびきになりました。お疲れ様です。といったいところなんですが、ね、さあ連戦ですね。